大阪府立高南造形高等学校は、大阪府大阪市住之江区にある公立の美術専門高校。昭和末期バブル時代の生徒級造機、大阪湾の埋め立て地南港に、府立150番目に設置された大阪府立高南高等学校を再編し、平成中期2003年に開校した。前身の大阪府立高南高等学校は、 南海ジュニア世代の進学する1980年代の高校生急増期対策で新設された不立校で最後となる1984年に開校した六校の一つ。教育課程は全日制課程で普通科と美術系専門学科に学科を併置していた。平成期の少子化に伴い大阪府教育委員会の不立高等学校特色づくり 再編整備計画の対象校となり、学校施設をそのまま利用し、美術系を改編する形で2003年に、大阪府立高南造形高等学校が開校した。生徒定員は1学年後クラス200名。教育課程は、1年生で、洋画や日本画、彫刻、版画などの美術、造形の基礎を中心に学ぶ。2年生では、下記の美術、 造形各分野から3分野を選択し、専門的に学習。3年生では、先の3分野から1分野を、課題研究として、さらに深めるカリキュラムとなっている。教科、美術、工芸、工業を基礎にした、学校設定教科、総合造形を、専門教科として設置し、美術、造形に関する専門教育を行っている。 美術家教員30名以上が洋画、日本画、彫刻、版画、グラフィックデザイン、プロダクトデザイン、スペースデザイン、イラストレーション、ガラス、陶芸、木工、金工、漆芸、美学、美術史など美術、造形の各分野に関する幅広い科目を開講している。制服は2018年度にリニューアル。家庭で選択できるジャケットと白色シャツ。 ネクタイ、またはリボンを組み合わせる。ジャケットは、絵の具など、付着の場合でも直後に水拭きすれば、汚れを落とせる棒を加工。白色シャツにも下着が透けない加工を施している。毎年2月に3年生の卒業制作展を開催。その他大阪府高等学校美術、工芸展、大阪府高等学校芸術文化祭に、作品200点以上を出品している。 前身の校内高校時代から美術系学科のある高校として日本最大級の施設設備を備えていると称している。また、2003年の改編に伴い新しい校舎、南館を建設し、グラフィック専用のコンピューター室や洋画室、日本画、陶芸、木工、漆工芸などの教室も増やしている。なお、かつて同じ南高のニュータウン、 南港ポートタウン地区にあった大阪府立サキス高等学校の記念碑と展示ケースが校内に設置されている。記念碑は正門を入ってすぐ右の中庭にあり、住野江高校とサキス高校の校名プレートが埋め込まれている。展示ケースは正面玄関を入ってすぐ右の部屋にある。江南高校。ありがとうございます。